熱海市は静岡県の最東部に位置する人口約3.5万人の市、神奈川県と接する熱海市中心部の空中写真。平地はほとんどなく、市街地や住宅地は傾斜地に形成されている。1976年撮影の3枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。 伊豆半島の東側付け根に位置し、相模灘に面する。市域内は、ほとんどが丘陵であり、別荘地や住宅なども高台の上に立つところが多く、道路も、勾配の急な坂が多い。海岸線もすぐに、丘となるところがほとんどだが、中心部は埋め立てで、砂浜海岸などが形成されている。同じ相模灘に面する伊東市、湯河原町方面とは海岸に沿って、 地理的連続性を有するが、沼津市、神奈美町方面とは、駿河安水系との分水嶺となる急峻な、丹那山地によって隔てられている。なお、相模灘にある、初島も市域内となっている。古くからの当時の地であり、元々の地名表記は、あたびであったが、海から熱い湯が湧き出ていたことや、熱海が、先とも呼ばれていたことなどから、 江戸時代までには、熱海表記が定着した。熱海温泉の開け湯伝説としては、奈良時代に、箱根の万干商人が、漁民を困らせていた海中にあった戦脈を山里へ移し、そこに湯の前神社を作ったという由来が伝わっている。伊豆風土記の記述にも、大湯間結線を表現していると見られる箇所がある。どちらも、湯の前神社に祀られている神である少なびこな神に、 研究している。また、北部の伊豆山地区の伊豆山温泉は、699年に、猿の渦によって発見されたとする、海油伝説が伝わっており、さらに北端の泉地区が関わっている、湯河原温泉は、万葉集の歌にも読まれるなど、総じてこの地域の温泉の起源は、古代に遡るほど古い。またこの地域は、 古くからの山岳霊場である十国峠の影響下にある地域でもあり、伊豆山の神社ももともとは、王神天皇、仁徳天皇の時代に、松葉仙人が日金山に、伊豆山の浜辺に現れた心境を祀る祠を、作ったのが起源とされ、数度の当選を経て836年に現在地に落ち着いたと社殿で伝えている。そして源頼朝以来、伊豆山の神社が、 箱根神社とともに、二所本源に指定され、二所参りが行われるようになると、日金山陵社を結ぶ要所の霊場として発展し、各地からの参拝道も整備された。こうして、戦国時代以前までは、源頼朝や鎌倉幕府三大将軍源、佐根をはじめとする、東国武士に集敬された伊豆山の神社の麓にある、伊豆山温泉の方が有名であったが、伊豆山、 箱根両権限の別当時所属の総兵たちが小田原の北条氏側に加勢したことで1590年の豊臣秀吉による小田原征伐の過程で一帯が焼き打ちに遭うなど多大な被害を被ることになった。他方の熱海温泉は1593年9月に関白豊臣秀氏が40日余り当時に訪れさらに1602年と1604年3月に 徳川家康が当時に訪れ、その後、江戸幕府三代将軍、徳川家光が現在熱海市役所がある場所に、当時用の御手も作らせたり、四代、徳川家綱以降は、熱海の湯を江戸城まで運ばせる、ご給湯が行われるなど、将軍御用他市の湯として、徳川家に愛用されるようになったため、江戸時代には、温泉番付で、行事役の一角を占めるほどに、 全国的な知名度と特権的格付けを獲得した。江戸時代の熱海温泉は、大湯の周辺周辺に27個程度の湯土と呼ばれる陰陶圏を持った特権的な温泉宿が連なって、当時場が形成されていた。江戸時代の熱海村は幕府直轄地であり、江戸に滞在している大名、旗本やその親族も、幕府の許可を得て、たびたび当時に訪れた。 2回取って、苦内省へ提供し、1889年から1931年まで、主に大正天皇の療養を目的とした、当時横浜、神戸に次ぐ3番目の御用邸である、熱海御用邸が建てられていた。その後熱海町へと払い下げられ、現在当地には、市役所が建っている。主要年表1900年頃の熱海熱海駅前に展示されている。 京弁鉄道の蒸気機関車、熱海駅旧駅写真水公園熱海駅、ビル、ラスカ熱海保養地、観光地として記述の通り、熱海は江戸時代までには隣接する湯河原や箱根地域などと、ともに江戸の西部近郊の温泉保養地としての地位を確立しており、江戸が東京になった明治以降もそれは変わりがなかった。そして特に岩倉ともの命を受けた。 内務省の長与戦災が1886年に大湯関決泉付近に日本初の温泉療養所館を作った影響もあり、多くの政治家や政府高官が雇用や階段のために熱海に訪れていたため、1889年には日本で最初に東京都の市外電話が敷かれ、また同年には後の大正天皇のための熱海御用邸が竣工している。 1896年に開通した豆草忍者鉄道が11年後の1907年には小型の蒸気機関車が牽引する軽便鉄道となり交通の便がかなり改善されたことで明治末から大正時代以降はそれまでの政治家、皇族といった一部の特権階級に限られていた従来の来遊客層に加え学者、文人、実業家なども熱海に訪れるようになり 中には、総記者を作った坪内商陽や、あとの菊も角を作った内田信也のように、そのまま熱海に別荘を設けるものも出てくるようになり、市街地も拡大されていった。また、小崎公用の金色野車、島崎東村の熱海土産、芥川隆之介のトロウツコのように、熱海が文学作品の舞台としても扱われるようになり、庶民の認知度も高まるようになる。 1924年に小泉の熱海線が開通し、さらに1934年に丹那トンネルが開通して沼津と連結され、東海道線が熱海を経営する原ルートへと切り替わったことで、交通の便が劇的に向上し、また関西方面からの来遊客も加わるようになったことで、これ以降熱海への来遊客は目覚ましく増えるようになり、またその内容も当時から、 団体旅行中心となり、それに対応すべく、旅館、各種施設も増えたことで、熱海は、当時場から、温泉観光都市へと変容していくことになる。1950年4月13日には、市街地を消失する熱海大化を経験するが、同年8月1日には、熱海国際観光温泉文化都市建設法が、公布され、国際観光温泉文化都市としての社会基盤を、 整えるべく、区画整理による市街中心部の再建、道路、公安の整備、市庁舎、観光会館の建築、衛生施設の建設整備、市営住宅の建設などが進められたことで、3年後には大会以前の水準を回復し、超えることになる。1964年10月1日には、東海道新幹線が開通し、 熱海駅は開業後10ヶ月の1日平均乗降客数が8092人で、東京、新大阪、名古屋、京都に次いで第5位となる。また、その前後の1960年代頃には、伊豆スカイライン、熱海ビーチライン、熱海新道、熱海道路といった各方面をつなぐ道路も整備され、熱海美術館、熱海城、熱海降楽園などの各種施設も開館するなど、 より観光地としての地位を確固たるものにしていく。そして1969年には年間の観光客数がピークの532万人に達した。1970年代後半以降になると海外旅行ブームや旅行形態の変化の煽りを受けつつ観光客数は年間400万人台を前言内しは横ばいで推移していく。他方で 西洋風別荘やリゾートマンションが増えていき、特に1980年代後半から1990年代、初頭のバブル景気においては、リゾートマンションが数多く作られた。1990年代に入ると、バブル崩壊と景気低迷、企業の経費削減による団体旅行の減少、縮小や保養所の閉鎖、少子化、施設の老朽化などの影響もあり、 観光客数は年間300万人台を前減していくようになり、それに合わせて旅館の数も減少していく。2000年代に入ってもこの傾向は変わらず、2000年代後半には観光客数は年間200万人台にまで落ち込むが、東日本大震災があった2011年に250万人程度まで大きく落ち込んだ後は、 反転して2015年に宿泊ベースで300万人台に戻った後も回復傾向にある。理由、要因としては、などにより、古びた昭和の温泉街からおしゃれで便利なリゾート地へのより一層の脱皮が進んだことや、などを挙げることができる。その他2006年12月5日、熱海市の財政再建を期待されて当選した斉藤栄一町によって、 熱海市財政危機宣言が発表されている。1月25日には、熱海市財政再建スタート宣言へと解明している。これは、当時の財政赤字比率が30%を超え、財政調整基金が底を突きかけていた熱海市の財政状況を5年後をめどに再建させることを目指したものであり、実際に5年後には不良債務残高を24.1億円減少させ、 財政調整基金残高を17.4億円増加させるなど財政再建に成功している。こうした手腕が評価され、斉藤栄一町は熱海市政市場初めて4期以上務める市長となった。主要駅の熱海駅は上述してきたような鉄道開発の経緯もあり、静岡県内の東海道本線の駅では唯一 JR 東日本の管轄となっており、 熱海駅発の東海道本線のほとんどの列車が横浜駅や東京駅まで乗り入れている。このような事情から静岡県内であっても中部地方ではなく関東地方の一部として扱われることがある。熱海市西北部の泉地区は千歳川と神奈川県の境界となっている川を中心とした湯河原温泉エリアの南部を構成しており、両者は一体的な関係にあるため、 昭和時代からたびたび、泉地区の湯河原町への編入合併が議論となってきたが、県をまたいだ編入合併となるため困難も多く、実現には至っていない。平成の大合併時には、熱海市と湯河原町、湯河原町と真鶴町の合併がそれぞれ検討されたが、熱海市との合併を湯河原町が拒否し、湯河原町との合併を真鶴町が拒否するといった具合に、 人口が少なく、立場が弱い側が拒否する格好で不調に終わっている。こうした地理的特性を抱えているため、1999年に開業した FM 熱海は、2001年には放送エリアを拡大して FM 熱海湯河原となり、放送エリアに湯河原町、真鶴町も加えている。また、神奈川県西部地域及び熱海市、 K11 市長の行政と観光関連事業者、団体が連携して滞在型の観光地づくりを目指す箱根、湯河原、熱海、足柄観光圏が2010年4月28日観光圏整備法により国に認定された。他方でテレビ電波に関しては2011年からのデジタル化に伴って放送区域の規制が厳格化され、 地元ケーブルテレビ局による東京派の再送信が静岡県である熱海市では禁止になってしまったため、真鶴町、湯河原町の中継局や東京スカイツリーからの東京派が山に妨げられて届かない熱海市内の一部地域では地元ケーブルテレビ局による東京派再送信が停止された2018年10月以降は東京派が見られなくなり、 テレビ電波の分断が生じてしまっている。熱海市は全国平均と比べて少子高齢化が進んでいる。人口減少も著しいが、近隣の箱根町同様、地方交付税の不交付団体であるため、過疎地域への指定は免れている。熱海市は別荘やリゾートマンションが多く、住民票を熱海市へと移さずにに拠点生活者となっている。人数が 総人口の4分の1程度の規模にも上るため、彼らにも総応の行政サービスのコストを共に負担してもらうために、1976年から全国でも珍しく別荘等所有税を導入している。熱海では戦前から大湯関決泉周辺の源泉開発に伴う紛争を管理するために、九遊温泉、長遊温泉制度を整備してきた歴史的経緯があり、 1937年に市政が施行された当初から多くの源泉を所有、管理する私有温泉制度が確立されていた。そのため、熱海市内の多くの地域では市営温泉の供給網が整備されており、加入金と毎月の温泉料を払うことで自宅に温泉を引き込むことができる。町内会熱海市街地では住所に用いられている町名とは異なる名称、 区分の町内会が存在しており、祭り、運動会、ゴミ収集など、コミュニティに関する事柄はこの町内会単位で行われることが多い。経流されたヨットとホテル群熱海市の夜景観光を中心とした産業が主軸で、平成17年度の国勢調査では次のような結果が出ている。神奈川や東京の影響が大きく、いつの国勢調査においても、 静岡県で唯一、関東大都市圏に含まれている。また、就業地別では、湯河原町、小田原市といった神奈川県西部方面への流動が、丹那トンネル以西の県東地区への流動を上回っているとともに、東京都区部、横浜市への流動が、静岡市への流動を圧倒的に上回っている。市町村合併現在のところ、 どの隣接市町村とも合併は実施されていないが、平成の大合併の際には、市民アンケートの結果を受けて、交流の深い湯河原町と合併して、神奈川県に移籍することを検討した経緯があり、新聞などで報道され注目を浴びた。市役所警察消防裁判所公共施設鉄道市の中心に熱海駅が存在し、東海道新幹線と東海道本線。 伊東線の接続駅となっている。現在、東海道本線の鉄道資産としては、JR 東日本が、熱海駅の先の伊東線、クルミア駅まで保有しており、この先の旦那トンネル入り口付近より、JR 東海の資産となる。クルミア駅では、東海道線にホームが設置されていないため、東海道本線は運行上、熱海駅が、 JR 東日本と JR 東海の境界駅となる。これにより、熱海駅を境に、横浜、東京方面と沼津、静岡方面の在来線運行の起点となっており、熱海駅発着の列車は多い。また伊豆急行線の普通列車も熱海駅まで乗り入れており、同様に下田方面への起点ともなっている。過去には、東海道本線が開業する前に、一車軌道 京弁鉄道として、豆草忍者鉄道渡見鉄道が1895年の1923年の間存在した。また日本遊覧飛行鉄道という伊東島でを結ぶ、モノレールの付設計画も戦前に存在し、戦後も、渡見モノレールが計画され、当時の運輸省から免許が出されたが、初般の事情で工事ができず、結局幻のモノレールとなった。 バスいずれも熱海駅を中心としている。道路駐車場熱海市街地では、以下の10カ所に、市営駐車場が設けられている。現在の指定管理者は、タイムズ24、その他熱海駅周辺、タイムズ24運営の比較的大きめの駐車場、三井のリパーク運営の比較的大きめの駐車場、マックスバリュー熱海店系の駐車場、 港湾マリーナ航路遊覧船ロープウェイ中止、廃止、計画段階郵便番号は以下の通りである。2006年10月1日に変更。市外局番は大部分が NTT 西日本管内の0557だが、奥湯河原に接する泉は0465で NTT 東日本の管内になる。テレビ電波真鶴半島中央にある小田原テレビ中継局や、 東京スカイツリーからは関東広域圏の放送電波が初島の熱海中継局や黒竹北方の熱海アジ城テレビ中継局からは静岡ローカル放送局の放送電波が届くため両方に開かれた地域であればアンテナ環境を整えるだけでどちらも視聴することができる。しかし山によって片方の電波が妨げられている地域では 他方の放送しか視聴することができないに関しては、下述するように、地元ケーブルテレビ局と契約すれば、どこでも視聴可能となる。関東、神奈川方面とのつながりが強い土地柄ゆえ、関東方面のテレビ電波に対する需要が高く、それが山に妨げられている地域では、かつては地元ケーブルテレビ局と契約することで、 その主張が可能だったが、2011年のデジタル化を機に、地元静岡ローカル局との利害調整が行われ、地元局と競合する東京派の区域外再放送が2018年9月をもって終了することとなった。それ以降は、東京派が山に妨げられている一部地域では、静岡派の未主張可能となる。東京派を良好に主張できる地域は、 湯河原テレビ中継局付近に立地している、泉地区と真鶴半島中央にある小田原テレビ中継局や東京スカイツリー方向に開かれている、市街地の高層建築や市街地南岸部、多賀地区南部などをはじめとする沿岸部であり、市長が困難な地域は、関東、神奈川方面に山を背負うことになる、伊豆山地区、市街地西部、北部、多賀地区北部の内陸部など、 クルミや神社海水浴客で賑わう熱海サンビーチ場、タガの長浜海水浴場熱海城熱海駅、南脇の中店商店街熱海駅南脇の平和通り商店街お宮の松伊豆スカイライン沿いの3両がフライト場になっている。市街地のダイビングでは、1986年1月30日に熱海港沖で沈んだ砂利運搬船、朝日16号や、 西木ヶ浦周辺の多賀火山の海底地形などが目玉スポットとなっている。日帰り温泉日帰り入浴が可能な温泉施設。その他、先美町、銀座町、中央町、渚町や主要道路沿いを中心に飲食店多数。レトロ飲食店は貸子店。その他、熱漢道路や伊豆スカイラインを経由してアクセスできる黒竹の反対側には、 といった大規模別荘地もある。熱海市内のリゾートマンション一覧。通年1月から3月、4月から6月、7月から9月、10月から12月、映画祭、音楽祭過去のイベント近年では、テレビドラマに限らず、バラエティ番組等でも、熱海を紹介する番組が増加傾向にある。沢田雅宏杉本園子橋田菅子、ありがとうございます。